の試合、今日はこの後、プレーボールは午後3時ということになるんですが、今日はですね、スペシャルゲストということで、皆さんもご存知の古田敦也さんがこの三条機械スタジアムに来ていただいております。この後トークショーもう間もなくスタートとなりますが、30分ほどですね、さまざまなお話を伺っていきたいと思っております。なんと、ヤクルト時代に黄金時代を築きました、新潟の FCBC の橋上監督、そして高津選手も途中参加する橋だということでございますので、ぜひですね、皆さんご期待いただきたいと思います。また本日の試合なんですが、このトークショー以外にも本当に盛りだくさんとなっていまして、実はユーストリーム、インターネットを通じて監督のつぶやきが聞こえるというですね、取り組みも今日は両方のベンチの監督のつぶやきを聞くことができるという取り組みもしております。で、5回にはどうやら古田選手もそのユーストリームに登場してくださるということですので、インターネット環境をご覧になれる方はですね、携帯などでもチェックしていただきたいと思っています。また試合中にもさまざま皆さんにプレゼントもご用意していますので、ぜひ1日にこの三条機械スタジアムボールパークでですね、楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。お盆休み、夏休み、この暑い中大勢お越しいただきましてありがとうございます。まもなくトークショースタートとなります。最初はね、トライアスロンを受けてくれたのだったんですけど、今は
ですよ。まあ、大学の方ができるものなのでちょっと思い出になってきました。そうですか。でも限界への挑戦というイメージがあるんですけど。そうですね、まあ、よく言うんですけどね、体力の限界に挑戦とかね、言うんですけど、一応トライアスロンの世界はね、限界に挑戦じゃなくて可能性に挑戦だと。人の可能性ってもっと素晴らしいものだからね、いくつになってもそういう可能性に挑戦するっていう姿勢を忘れないためにやってるっていう言い方する人も多いんで、まさにその通りだなと。僕も今も言いましたけど46歳だったんでね、まだまだ元気に生きていきたいんで、その意味でもちょっと体を動かしてもいいかなと思います。46歳には見えないその若々しい体型維持してらっしゃいますよね。そうですね、まあ、トライアスロンやれば誰もがこういう体になりますよ。そうなんですね。やってますよ、皆さん。トライアスロンおすすめということです。でもじゃあこういった暑さ、今日本当に暑いんですけど、はい、大丈夫ですか？大丈夫です、はい、ぜひお水飲みながら、はい、大丈夫です。会場の皆さんにも、はい、皆さんは本当にこんな暑い中ね来ていただいてありがたいですね。古田さんに夢中になりすぎてね、具合が悪いことも忘れないようにちょっと熱中症対策だけはしていただきたい。この問題ですけど、地元のね、やっぱ球団はね、やっぱり野球はね、その地元ピッチャーで結局自分たちのチームと一緒に盛り上がろうっていうのが大切なんでね、はい、そういう気持ちを思って皆さんに応援してもらうっていうのは本当に、まあ、野球に限らずなんですけど、プロスポーツクラブを選ぶね、いうことだと思いますね。そうですね、ぜひ応援していただきたい。橋上監督、高津さんも今活躍しているこの新潟アルビレックス BC なんですけれども、はい、独立リーグということなんですが、はい、そういった野球界の動きっていうのは、今、どんなふうに思っていらっしゃいますか？そうですね、まあ、この BC リーグ含めてね、アイランドリーグとかもあってですね、まあ、僕たちがやってた、そのいわゆるセントラルリーグ、パシフィックリーグというところが、いわゆる NPB というのが、日本プロ野球機構というプロ野球なんですけども、まあ、こちらもこちらで、プロ野球ですし、アイランドリーグもプロ野球ですし、みんなの思いはね、その野球を通じて、その地域の皆さん、地域を活性化させていくというのは、やっぱりプロスポーツクラブのね、使命だと思ってますから、ぜひ、アルビレックスのね、もう、新潟をとにかく盛り上げるんだと、新潟の皆さんと一緒に頑張っていくんだと、まあ、彼らもそういう姿勢になってますから、ぜひね、サポーターの皆さんね、地元意識を持って応援していただきたいなと。だから、別に僕も起きて、やること応援してくださいとか、全然思わないんで、ぜひ、新潟を応援して、もし僕がどこかでまた野球やるんだったら、僕を応援してくれればいいなと思ったことです。よろしくお願いします。グッズを身につけてらっしゃる方が、はい、アルビレックスのサポーター、支えてくださっている方なんですけれどもね、アルビレックスのオレンジはいいんですけどね、まあ、我々芸人の時は肉にジャイアンツのオレンジなんで、ね、いつもこの野郎のオレンジのオレンジと思ってました。そうですか、今日どうですか、ちょっと見て、こんな全然微妙なことは、そんなこと言ったら、微妙な違いますから、微妙な違いがありがたい話で、そうですね、僕もオレンジ黒ですからね、そう、青ですね、オレンジ、だから現役時代なんで、だから別に意味もなくね、ちょっとオレンジが着た、オレンジの色が入った T シャツが入ったら、ファンに怒られたりしましたからね。そうなんですか。だって、そんな意識、バランキューで言ってた。無意識に着てるのに。もうその無意識に着てるのに、お前はジャイアンツの後とか、いろいろするんですよ。ほんで、この黄色とか着たら、タイガースが来るんですよ。だからね、着る服もね、大変なんですね。その当時の着る服はやっぱり水色、青系。そうですね、青っぽいの。本当の青っぽいの好きなんでね、大丈夫なんですけど、そういうところまで。でもそれぐらいこう、まあ、ファンとかさ、野球のヤクルトファンとか、まあ、サポーターなんですけど、やっぱり相手があってね、そこでこう、お互いを意識しながらやるっていうのは、石田純一だ。こういう、対戦型のスポーツで、ね。本当だ。石田純一だ。それは僕たちも意識しながらやってましたね。はい、そうですか。まあ、今、着る服のお話だったんですけれども、今日のコーディネートはこれは、古田さん、ご自身なんですか、それとも。ご自身以外に誰がいるんですか。神さん、神さん。奥さん。奥さん。奥さんじゃないです。じゃないですか。いや、僕はね、朝出てくる時奥さん寝てました。そうですか。お忙しい時期ですもんね。そうなんですよ。世界陸上をやってましてですね、月末から27日から韓国でやりますので、皆さん、ぜひ TSK 見てください。
夜はやりたい方だ。ちなみに監督として中津さんとの、まあ、再会になります。でも隣にはたまに、はい、ありますので、まあ、久しぶりですけどね、数ヶ月ぶりに会います。そうですか、はい、これが本当に覚えていただくんですが、はい、来られる前に、はい、こう知られざる素顔というか、ここでから話せる橋上高津的なお話があれば。いいね東山さんいいね。橋上監督は僕と同い年なんですよね、だからずっと同僚でやってる時はもちろん同級生なので、ね、仲良くずっとやってたんですけど、多分皆さん知らないというかもしれないですけど、彼ってキャッチャーだったんですよ。でキャッチャー首になってから、で首って首になってよかったなと思います。いわゆる古田さんとかライバルというか、入団当初じゃキャッチャー、まあ、キャッチャーだけの勝負だったらライバルじゃないですね。ライバルに届かない、まあ、残念ながら、あのね、あのなんですよ、橋上ってね、うん、キャッチャーっていうのはどんくさいイメージがあるじゃないですか。どんくさいで足が、この方はもうそもそも足が速い方なんですけど、橋上瞬足でね、まあ、その足が速くて肩が強くて生かされる、それを生かそうということで外野に転向したっていうのもあるんですけども、まあそうは言うのもなかなかね、こう転向して成功するやつっていないんですけども、やっぱね本当に、レギュラーでね、出てましたから、非常に成功した珍しいタイプかな。ヤクルトの方言うと言いないってやつがいたんですけど、あれとキャッチャーが転向したやつなんですけども、当時動画の監督だったんでね、そういう意味じゃ天才的賞がみんなに結果をしたんじゃないかと思いますね。なんか当時のヤクルトの選手にも変えるね、はい、選手がイメージがあるんですけど、やっぱり野村監督の作戦というか、そうですね、はい、その下、その下、その下、監督の野村監督は適材適所というところをよく感じるんで、まあ、長所を生かすとかね、そのお嬢さんの下、そのお嬢さんの下、積極的に変わってくるんです。野村野球も、すいません、厳しいですよ。また後ほど村監督とも、そうですよ、はい、ということで共通点もたくさんあるんですけど、高津選手はどうですか。高津選手の思い出、僕高津のね、仲間でやってるんですよ。おお、僕ね、人生に一度しか仲間でしてることなくて、高津夫婦なんですね。で、なんで仲間でしたかっていうと、僕の結婚式の時の二次会で奥さんと知り合ったらしいですよ。そうなんですか。だからもうそういうご縁もあって、今日も昔から仲良くさせてもらってて、まあ、ナポートといえば親も同然ですからね、親も同然で対処してほしいんですよね。しょうがないっしょ。そういう感じじゃないですか。中津選手のエピソードですか。まあ寮がずっと一緒だったんで、とにかく寮の部屋が汚かった。すごい汚い。寮の中でも多分1位の争いだよな、過去ヤクルトの歴史の中で。きちっと神経質にこうやって、そんなイメージがあるんですか。野球は細かいんですよ。野球めちゃくちゃ細かくて、昔からこう丁寧に低めなんだけど、ピッチングすごい、ウェルトすごい細かいんですけど、フェアがめっちゃ汚いんですよ。なんでゴミ捨てへんやろって思うぐらい。やってるから、それが基本的なことから汚いんですね。じゃあね、ゴミが。ゴミを溜めなさい。例えば観光費を飲んだりするじゃないですか。そしたらゴミ箱に入れればいいんだから、ベッドの棚とかにも並べるタイプです。で、そこに遠征から帰ってきたら、あの、なんですか、症状前とかかかってるんですよ。自分から持されてるんですね。自分からいいんじゃないっていう話を何回もしたんですけど、並べたり、飲み干しってやつだけ。鉢干しをこう重ねるのと一緒で、もういっぱい並べたいかもしれないですね、いろんなものね。あとね、食べ物を常にちょい残しするんですよ。何ですか。エコスタジアムかなんかでしょ、新潟って、はい、全然エコを見ないで必ず残すんですよ。じゃあ、ね、最後まで食べないんですか。食べないんですよね。ちょっと残す癖があるんですよ。そういうことで、古田さんはでも几帳面に結構お部屋なんかは綺麗にされてます。まあ、後で聞けば分かりますけど、僕も几帳面じゃないです。そうですね。じゃあ、2人の部屋はものすごかったっていうことでしょうかね。いつよりは僕の方が綺麗って言われて、ね、そうですか、はい、じゃあ、そろそろですね、はい、こんな振りで2人が出てきにくいんじゃないかと思いますけれども、そろそろお呼びしたいと思います。それでは新潟レディレクスベースボールクラブ、現在監督を務めていらっしゃいます柴木秀樹監督、そして高津慎吾選手ですね、登場いただきましょう。こちらです。お願いします。